スナックオレ。スナックオレ第9回です。今夜もたかしくんとひみかさんとやってきます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。スナックオレ。あ、時事ネタとかないんだね。気になった時事ネタがあったんですか。いや、なんかあったかなと思って最近。最近なんかっていうかひみかとかさ、そういうニュースとか見ないでしょ。見ないです。見ない、うん、ニュースぐらい見た方がいいかもね。あ、確かにね。なんか世の中がさ、はい、え、何見てんの。じゃあ逆に家帰って。確かに。え、 TikTok とか YouTube ばっかです。あ、ずっと、うん、でもまあそうなるか。なるっすね。あ、 TikTok マジで時間経ちますよね。 無で終わらない。いや、はい、一瞬で時間経っちゃうよね。経っちゃいます。いや本当に 5,6 時間普通にさ、いや本当あれみたいな。でなんかやめってなりますよね、うん、なる、うん、これ時間もうちょっと他に使えたわみたいな、ね、けど見ちゃうやつですよね。やばいよあれ。でもニュース追えないですよね、 TikTok だと。そういう意味で追えないあれは。うん、あ、そうなんだ。じゃ全然テレビ見ない普段。え、家にテレビないんですよ。あ、やっぱり今っぽいね。ついにその時代来たんですね。今っぽいな。今なんかスクリーンとかで見てる、そのネットフリックスとか見るときだけスクリーンで。プロジェクター。プロジェクター。もうあの機械いらないんだ。スナックオレ。わー。はい。じゃあ今週はですね、質問がたくさん来てますんで。ガンガン質問今日いくって感じですよね。今週ね。おお。KSNS4203、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。石川さんと明石さんの出会いはいつでしたか。僕が一方的に知ってたのはそういうなんかインタビューとかだったんですけど、はい、初めてお会いしたのは会社にお邪魔させてもらった時ですかね。 あのインタビュー、WWD の対談かなんかだね、はい、そうですかね。そう、まあ、出会いも結構あれだったの。一方的に僕がその WWD で僕、うん、まあ、ありがたことにインタビューさせてもらった時に、はい、りょうさんにラブレターを書いたんですよね、うんうん、ラブレターっていうか僕なんかごときに WWE の裏表紙をインタビューとか意味わかんないじゃないですか、うん、何を喋るねんと思ったんで、まあ、りょうさんに向けた記事にしてやろうっていうのを WWE の方に相談させてもらいまして、うんうん、で OK ということでそれが世に出たんですよ、うん、でそれを見たりょうさんのファンの方がりょうさんにそれを報告してくれたんですよね。あ、そうだ。そんで DM で変な若造がコラボしたいですって出してるっていうので、うん、りょうさんからツイッターでそうだね、やろう、うんうん、孫正義風かっこ閉じみたいので来てやばみたいな。もう今でも僕覚えてます。そうだわ、はい、確かに。だからツイッターだっけあれ。はい、ツイッターでその僕がインタビューさせてもらった記事のリンクをリツイートしてりょうさんそのコメントくれてちびりました。本当になるほど。そう、出会いですね。そっからで言うと本当に俺言いたいです。確かに。誰だったんだろう、ね、どなたか。でも聞いてるかもしれないですね。聞いてたら本当にありがとうございます。おかげさまで今、ね、こんなにお話しできる機会がありまして、ありがとうございます。忘れてた。あー、いや忘れてた忘れてた、言わないでほしかったけどまあまあ、めっちゃ前ですよね。めっちゃ前ですよね、うん、そうそう、フォローしとこう。5、6年前、自分で5、6年前か。いや、まあ、3、4年前か、はい。口に出してれば叶うもんですね。そうだよ、本当に口に出しまくってよかったね。本当に、はい、ここら辺は僕言いたいことめっちゃあるけど、まあちょっと関係なくなっちゃうんで、はい、次行きます。はい、行きましょう、はい、スナックオレ。先日焼肉屋さんでトングを見てみぶきさんを思い出し嬉しくなりました。はい、沖縄県、はい、41歳。まさか、まるでハゲを。これは中野くんです。ですよね。毎度今回は一発目に来ないなと思ったんですよ。したら二発目。見逃してた。見逃してたね。一回目だったね。確かに。毎回質問選ばれるレギュラー化してるのに、うんうん、一向に T シャツを送ろうとされないですよね。今日 T シャツのデザインちゃんとで、あのした、決めたんで。はい、あ、次回の収録までに持ってきますね。いいですね。はいはい、それ次回読んだ人にプレゼントする。読んだ人全員ですか。いやいや、 T シャツ面白かった人とか。あとステッカーも作ってるんで、はい、それあのこれ読まれた人に。もうタモリクラブみたいになってきましたね。そうですよ。すげえ。でも中野くんにはあげないけどね。かわいそうですね、逆に。読まれまくっても全然。スナックオレ。さあ、じゃあね、ちょっと仕事っぽいやついきましょうかね。あ、いいですね。ひろき田中さん、ありがとうございます。ありがとうございます。いつも拝聴しています。フランクミューラーコラボレーションの経緯をお伺いしてみたいです。
これあの、うん、お正月にあのフランクミューラーってスイスのね、はい、あの高級ブランドの時計と、FR2 がコラボしまして、日本はまだ入ってきてないんですけど、はい、海外がもう先行で発売してて、うん、はい、本当にフランクミューラー史上最高に問い合わせあったみたいで、へー、すげえ、めちゃくちゃ売れてるんですよ。そうなんですね、海外で、うん、でちょっと日本は入ってこないかもしれない日本のブランドでやってるのに。いや、そうなんだよ、まあ、そういうところもちょっと俺はイライラしてるんだけど、はい、イライラしてる、また、うん、ある日あのちょうど僕ゴルフやってたら会社から電話がかかってきて、はいはい、社長あのフランクミューラーからオファー来てるんですけどどうしますかって電話がかかってたの、はいはい、でえっ、ー、って言って、4月1日かと思いますもんね、うん、お前さっつって、はい、フランクミューラーがうちにオファーしてくるわけねえだろみたいな。そうっすよね、うん、それお前絶対スパムだから、はい、URL 踏むなよみたいな。確かに確かに、ブチって切ったの、はい、でゴルフやってて、はい、また2時間後ぐらいに、はい、電話がかかってきて、はい、社長どうやらなんか本物らしいんですけど、はい、でもそれリンク踏まないと確認できないですもんねマジみたいな、従業員絶対リンク踏みましたよね、はい、しかとしてその指示を。そう、はい、で、はい、あ、じゃあ一回話聞こうよっつって、やばいっすね。そうそうそう、そこから始まったんですけど、うん、こう僕らみたいなところに、はい、フランクミューラーからオファーが来るなんて思ってないんで、こっちもすごいっすよね、うん、条件あんだったらやればいいんじゃないみたいな、はい、だし来年うさぎ年だし、ネタになるからやろうよ、はい、でこうまあいろいろこう商品の打ち合わせとかしていく中で、はい、とにかくこっちの要望が何も通らないの、はい、ガチ切れして、はい、うん、ちょっとこれ放送できるかどうかわかんないんだけどじゃあちょっとお願いします放送できたらするんでそこ聞きましょう。ちなみに1本どれぐらいするんですか、そのフランクミューラー。まだちゃんと日本円 の, あの設定が出てないんですけど、はい、170万円前後ぐらいで、はい、だから普通ですぐ買おうとはなれない金額ですよ ね,、まあ、ね、はい、そうそうそう。でもなんかほら俺のブランドだし、はい、なんで俺がなんか妥協しなきゃいけないのみたいな、はい、うん、やりたいって言ってきたのお前らだしと思って、はいはい、超結構強気で、はい、でも間に挟んでるあの、はい、担当コウ君ですよね。あ、コウ君、はい、前回言ってましたんです。コウ君は板挟みになっちゃって、はい、で俺はもうもうそんなもんやめていいよみたいな、はい、でもほらやりたいし、はい、まあ、あの単価も単価なんでやった方がいいに決まってますもんね。ブランドとしてもやっぱりこうそうやって歴史に残るから、うん、そうっすよね、みんなやりたいじゃん、はい、でも俺はもうやんなくていいこんなとこみたいな、はい、ふざけんなみたいな。もうデザインが思い通りになんないからなんないし、はい、なんかうちとのコラボレーションなのに、はい、なんか全然うちのことを、はい、大事にしてくんないっていうか、時計は私たちがプロフェッショナルだから私たちの意見が通らないんだったら、ね、この話はなかったことに言ってゼロにしちゃうよみたいな来たのよ、はい、で多分普通の会社はそこでビビって待ってくださいってなるじゃん。なります、だってやりたいじゃん、いや絶対やりたいです、フランクミューラーと。でもそうだったっすねみたいな、俺はもうじゃあいいよやんなくてって言って言わした。バーサスで、そうで、コウ君がいやいやそうやって言ったら本当になくなっちゃうかもしれない、はい、今板挟みですもんね。今コウ君とリョウさん、うん、バーサスここで戦ってるけどコウ君で返して戦ってますもんね。コウ君が英語で返すからね、はい、うん、でいやいやってなってるんだけど、いやいやもうやんなくていい、やんなくていいです、もう断れって、もう俺もやりたくないっつって。でも俺はもうそこは突っぱねたら絶対向こうが妥協してくるなと思ってたの、はい、だってこんな世界中にいろんなブランドがあるのに、はい、宇宙のことを調べて俺にオファーしてきたわけじゃん、はい、ってことは向こうはもうやりたくてしょうがないわけよ。だしアジアで僕らが人気があるっていうのを調べてマーケティングした上で、そうっすよね、オファーしてるから、うん、ああいう大きい会社って、うん、絶対これは強気で言った方が勝てるなと思った。思ったんですね俺はね、はい、コウ君は思ってないよ、はい、コウ君はもうどうしよう、そうっすね、最悪だ社長また出たみたいになってますよなってたけど、俺はもう絶対いけ勝てると思って、こんなんです、勝てると思って、はい、だってやったら言ってくれっつって、そうしたら本当に向こうがイエーイってなって返事来たんですね。そう、総理総理嘘だよって向こうが言ってきたんですね。そうそうそう、もうノーと言える日本人なんで確かに、うん、そこは本当にノーと言える日本人ですね。そうなんだよ、確かに。でも多分いろいろ契約があるんで、はい、あのかなり今喋ったことはカットされると思う。そんなしゃべって意味がここの現場だけ、実際は面白いところを、まあ、嬉しいっすけど、あの河合くんが調整してやってくれると思います。河合くん死ぬなこれ、はい、スナック俺 A 賞9203ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
史上最高のまるでダメ男エピソードお願いします。ああ、これさ、ネタだと思われてんじゃんみんな。まあちょっとネタ感は出てるかもしれないですね、世間的に。いや全然、俺どっちかって本当に悩んでるからねこれこのなんか史上最強のまるでダメ男、自分で書きながら今日もやっちゃったと思ってるからね。でも旗から見たら、だってその、うん、フランク・ミューラーとコラボするような侍ってことじゃないですか、ノーという。うわ、もう WBC みたいな感じだもんね。そうっすよ、だってアパレル界からしたら行くいじゃないですか、うん、なんのに信じられないですよね、うん、本当にリスナーは。いや本当に史上最強っていうか、今日もあったんだけど、はい、それ今日急に思い出したんだけど、はい、今、はい、今日あのお昼に、はい、萌子さん今からあのランチ行けるって言ったら、はい、ちょうどランチも行っちゃってて、はい、じゃあ一人で行こうと思って、はい、行って1軒目閉まってて、2軒目あの、はい、会社の近くのお蕎麦屋さん行ったんですよ。蕎麦、はい、じゃなくてなんかご飯物のセットにしようと思って見てたら、はい、すき焼き丼セットってのがあったんですよ、はいはい、ですき焼き丼とざる蕎麦かなんかのセットがあって、うん、でそれ、あ、いいじゃんっつって、はい、美味しそうと、はい、ご飯食ってる間に仕事の LINE とかが来るじゃん、はい、でこれをこうやって返しながら食べてたの、食べた、はい、だからそばを持ち上げて、はいはい、すき焼き丼につけて食ってた、はい、やばすぎた。ザラにあるよ、だからそういうの気づけなかった、気づかなかった途中まであれなんかそばの味しないなみたいな、あのつゆの味、はい、そうですね、そばの味は一番楽しめる楽しみ方ですけどね。そうじゃん、はい、すき焼き丼があってそば、はい、つゆがここにあるんだけど、はいはい、これを持ってなぜかすき焼き丼の中に入れて食ってて、はい、一番器広いですもんね、だってこれなんかつゆの味がしねえなと思って、はい、思ってふと気づいたら、だからすき焼き丼につけてた。スナックオレわいっぱいあるもん、やばいこと、すごい人たちとやっと会食の約束したのにトリプルブッキングしてるとか。そう、トリプルブッキング、ご飯始まった瞬間にまだみたい、先に始めてますねみたいな2カ所から来る、もうそれがもう治んなくて、はい、なんて、なんでなんですかね、なん、うん、忘れちゃうんだろうね。え、カレンダーとかには書いてないですか。あ、だからそれを忘れちゃうんだよね、カレンダーに入れるのを忘れちゃって、はい、同じ日に入れちゃうんだよ、スナックオレ。はい、じゃあ次いきます。ということでした。大気5153ありがとうございます。ありがとうございます。これあのぎゅうぎゅう状の焼肉屋さんやってる本田くんです。はい、はい、売り場の修正、りょうさん本人で現地で行っているのを拝見したんですが、どんなポイントを見るんですか。うん、店頭ってことです。そうだね、はい、うん、なんかこれはまあどのお店っていうかどのパターンでも一緒なんですけど、はい、完全にお客さんになりきるんだよね、うん、外から例えば歩いてきて、うん、こういう風に店入ってきたら何が視界に入ってくるかなとか、こっちから入ってきたら多分こう右に行くなとかさ、はい、なんかそういうのを常にもう完全にお客さんになりきる、はいはいはい、で外れる場合もあるんだよ、うん、なんか実際じゃあリニューアルでこういう風に変えてみて、はい、こっちからこう来るなとか、ここで止まってこれが目につくからここに置いといたら売れるなとかっていうのもリニューアルオープンしたら違う場合もあるんですよ、はい、でもそれをみんなで話すのが楽しい、うん、楽しい、うん、楽しいじゃん、だからこうなんていうの、だんだんこう売れる店に近づいていくっていうか、うん、はい、そうそう、本当それだけ。じゃあそれ、うん、本当にその各店舗いろいろあるのに、うん、リオンさんがそこ行って、うん、こうテコ入れじゃないですけどいろいろ感じたことを言って作っていくみたいなのはやられてるってことですか。やってるやってる、そう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 、ね、うん、なんか店員の待機姿勢が良くなかったとかさ、そういうのめちゃくちゃ気になっちゃうし、それはまあ自分の店だけじゃなくて、はい、いろんなとこで気になっちゃう。ただ飯食いに行ってても、はい、俺だったらあいつすぐクビにすんなとか、はい、こうでそのどんなことされてもクビにするとしたら、例えばでも、はい、常になんかこうやっぱお客さん目線で全部 見ちゃう癖になっちゃってる。あ、でも大事っすか、それがもう根本っすよね、本質的に。そう、なんか俺だったらあそこにレジ絶対作んないなとか、はい、うん、この店こういう風にしたらもっと良くなるのにとか、なんか常にそう思っちゃうんだよね。じゃあそれで、まあ、これまで見られてきてお客さん目線になってて、うん、ポイントって何かあるんですか。
ポイント多分みんなそれお客さん目線になろうと思うんですけど、マリオさんこれだけ店舗も数やられてきて、まあ、見えてきたものとかも多分違うでしょうし、はいはい、もしかしたら多分なんかマリオさんしか見えてない目線あるんじゃないかとか思ってると思うんですよ、僕も思いますし、なんかそういういやなんかそのテクニック的なところっていうのは、はい、みんな大体同じところに行き着くと思うの、はい、店に入ってお客さんの視線がどこに行くかとか、はい、だけどいっぱいあると思うんだけど、はい、最終的には人ですよ、スタッフ、うん、もうやっぱりこうね、入ってきてすぐ挨拶できるかとか、うん、なんかこうレジでちゃんとあれこれ一緒にどうですかとか最後一言ね、言えるとか、もう本当にもうなんていうんだろう、そんなに特別なこととかいらないと思うんだよね、うんうん、確かにやっぱそれができるかできないかが全く誤差になっていくっていうか、だから俺がお店に入ったらめちゃくちゃ売る自信あるからね、販売スタッフとして俺めっちゃ売る自信あるよ、もうバンバン声かけに行くって、うん、おどすみたいな、あれひみかちゃん今日も可愛いね、ひみかちゃん来た想定だった、うん、なんかひみかちゃん可愛いからこれつけとくねみたいな、えいいんですか、大丈夫あの後ろのブスにつけとくいやブス言っちゃったブス言ったらめっちゃもう売る自信ある、あ確かに、うん、なんかそっちの方が楽しいじゃん、人じゃあそれ育てるというか、りょうさんが思うその人になるために工夫されてるってことですか、うん、スタッフさんが、いやだからそこまで やれたらやりたいけど、そこまで時間ないし、はい、なんかそれはそれで持ち場が今あるから、うん、本当はだからそのお店を見る担当の子がこうそういう風にみんなに伝えて店作りを伝えてほしいし、なんかそのぐらいのギャグ言えるようなユーモアラスあってだし、どうせさ販売員、いやわかんない、みんながそうなのかどうなのかわかんないけど、俺だったらじゃあどうやってこの店の中で一番売るかとか、はい、なんかそれに挑戦してる毎日の方が楽しいじゃん、そうですね、ね、ただ時間通り行って時給もらって帰るとかじゃなくて、うん、せっかく働いてんだったら、なんかどうやったらじゃあこの原宿店で一番俺が売るかとか、うん、全国で一番になるためにどうしたらいいかなとかさ、はい、なんかそれに挑戦してた方が楽しいのになと思うんだよね。本田君どうですかね。こんなあれちょっと話が脱線しちゃったんですけど、こんな感じで。人ということなんですね。そうね。最終的にはそうですかね。スナック俺。じゃあそんな感じでちょっとまだね質問あるのでまた次週ちょっと何個か読みたいと思いますが。はい、ありがとうございます。はい。ちょっと一ついいですか。はい。実は僕、うん、ちょっと持ち込み企画を考えていまして、はいはい、りょうさんにまつわるその企画を作ったんですけど、はい、来週あたりぶち込んでいいですかねいいですよ、本当ですか、はい、一応プロデューサーさんに確認しないといけないんですけど、うん、ちゃんと面白いんだろうね、あちょっとちょっと頑張ります、まあ、でもりょうさん、りょうさんファンにとってはこれやってほしいんだろうなと思いつつも、そうなの、その一員として僕がまあ、ラジオ出させてもらってるという自負で、はい、ちょっと持ってきた企画なので、わかりました、ちょっと OK 出ればじゃあ取り組みたいと思います、わかりました、来週楽しみにしていってください、頑張ります、はい、じゃあそんな感じで、はい、来週楽しみにしていってください、ということで来週はじゃあ明石くんの、持ち込み企画で採用されればいきたいと思います、やります、はい、ということで今週もありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。